皆さんこんにちは、滝沢克成でございます。初めてのストラップベースという動画2本目の動画でございます。先ほどの1本目の動画ではサンピングという動作を練習したんですけれども、この2本目の動画ではプルという、スラップにおける超基本的な動作を一緒に練習していこうかなと、思います。ちょっくら慣れなくて難しいところはあると思うんですけども、一緒に乗り越えていきましょう。わっしゃい、頑張るぜ。とりあえずこの2本目の動画の、課題フレーズはこんなんです。ちょっとやってみます。ワン、ツー。こんな感じの、そのオクターブという奏法を使ったフレーズなんですけれども、今のをパッと見て、ああ多分それ俺できるなと思った方は、多分この動画を見る必要ないかなと思います。ちょっといろいろとこの基本を確認したいぞという方は一緒に練習をしていきましょう。早速ですが、まずプルやってみましょう。プル、2弦の5フレットを小指もしくは薬指で押さえていただいて、人差し指で弦を持ち上げてバチコーンとこの弦を弾き出していきます。こんな感じ。ちょっとやってみましょうか。もうベースを持っていただいて一緒にプルしてみましょう。どうですか、プル。ポイントとしてはまず指を曲げるということ。指をまっすぐこういう状態にしてしまうとなかなかうまくプルができないので、指を鍵型にこの鍵状にこの曲げて、指先は固定して、この関節は固定して、手首でこの広げる感じでバーチコンと持っていく。極端に悪くやるとこういうこと、これ極端に悪いね。こんな感じで指を伸ばした状態からブーンとこの関節のこの屈伸運動を使ってプルをするんじゃなくて、関節も固めちゃうんです。こんな感じでもうがっちり固定で、この状態から手首を開くようにしてプルをしていきます。こんな感じで、この時に人差し指がこの深く潜りすぎるとすごいこの指がめちゃめちゃ引っかかるんで、ある程度のところでこの引っ掛けて離すようにしましょう。引っ張って引っ張って、ある程度のところで指を離して、この弦をこのフレット、指板にこの置いてあるフレットにこの叩きつけるわけですよ、バコンと。でこの弦をフレットに叩きつけるためにはこんな思いっきりこう引っ張る必要は特になくて、ある程度のところで大丈夫なので、人差し指でこの弦の音をある程度引っ掛けたら、途中でバチコーンと叩きつけてバチコーンという音を出してあげるようにしましょう。深く入りすぎると単純に指が痛いってことになるので、気をつけてくださいませ。でしばらくこのねバチコバチコバチコと、繰り返して気づいたことがあると思います。スラップやったことがない方、バチコバチコしてますか？ちょっと気づきませんか？あ、これっつって、思った以上に指痛えぞってなったと思います。慣れない方は多分ね、今度ねこのプロをね10回ぐらいやればね、あれちょっと人差し指これマジ痛えんだけどってなると思います。最初はね本当そんなもんです。皮がさ薄いからさ、なんかやっぱこうね、しかもこのフォームが悪いからさ、すごいめちゃめちゃこうね負担かかったりとかして、もうすごいこの指をですね擦っちゃうんですよ。だからもう最初ね無理しないことが大事です。あんまりひどいと豆になっちゃったり血豆になっちゃったりとか切れたりとかするんで、あちょっと痛えな、これは以上やめとこうかなと思ったら、あんまりこう無理しないのも大事です。何回も何回もやっていくとね、その人差し指の皮が分厚くなってきて、もっと楽に、プルができるようになるので、あんまり無理は、しないように気をつけましょう。で皮が薄いっていうのもあるんだけども、単純にこうねフォームが悪いというか、そのね強く引っ張りすぎているという場合も多々あるので、ある程度楽にですね、その体に負担なく指に負担なく、引くためにはどうしたらいいかなんていうことも気をつけられると良いかなと思います。2弦の5フレットをプル、こんな感じで、バチコバチコと音を鳴らしていきましょう。これがまずその最初に覚えたい基本のプルの動作という感じです。どうでしたでしょうか、うまくできますでしょうか。でもう少し、強いて言うならばポイントを言うとすると、この人差し指をこの何て言うんだろうな、そのこういう角度で持ってっちゃうと本当にもうすごいめちゃめちゃ引っかかるんで、まあ、これはこれで別にいいかもしれないんだけれども、指に引っかかりすぎて単純に指が痛いという形になります。なんでこの角度をこのまっすぐじゃなくてこうちょっと斜めにすることもポイントです。人差し指のこの側面を使って、こっち側の表面じゃなくて表面じゃなくてこの側面を使ってこう引っ掛けるわけですね。こんな感じ、指をこの鍵型に曲げて人差し指の側面がこの自分側に向くようにして、こういうこと、悪くやるとこういうこと、こうじゃなくてこんな感じ、
でやってあげると、もっと指に負担がなく少なく済むのかなという感じでございます。こんな角度でちょっとやっていただきますと、幸いでございます。これがプルです。で早速その練習フレーズの方に入っていきたいんですけれども、予言の3フレットをまずこのサンピングします。こうで、その後に、今やった2弦の5フレットをプルします。このそれぞれの音、そのソの音なんですけど、ドリミファソラシドのソの音なんですけども、ソソ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 という感じなんですけれども、これはサンピングとプルを交互に行って、ドベ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 ドというフレーズを弾いていきましょう。どうでしょうか。ちょっとやってみてますか。やってみてますか。ドビ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 。やってみますか。やってみてます。やってみてますか。やってみると気づくと思います。思ったよりも想像以上にむずいぞと。あれ全然うまくいかねえぞと。あれ全然そんなスムーズに運指できねえぞと。その音出ねえぞとなったかと思います。これね、実はですね、すげえむずいんですよ。ちょっくらポイントを押さえていきましょう。一言で言うとね、本当ね、その無駄な動きがね多いってことなんです。もう一言でまとめると無駄な動きが多い。動きをできるだけコンパクトに、省エネでいきたいんですけれども、どういうことかと言いますと、まずこのちょっとサンピングをする前の動作をこの A ポイントとしましょう。 A ポイントで、サンピングする前の動作を A ポイントとして、サンピングし終わった時のポイントを B ポイントとしましょう。これがその A ポイント。サンピングこれからするぞって親指が振りかぶってる状態ですよね。これからサンピングするぞ。この親指をこの振り抜いてこのね、3弦にこう乗せれば、このサンピングできるぞ。えいっていう状態が A ポイントです。えい。で、このえいってし終わって、し終わった状態がこの B ポイントです。としましょう。で、順番に行くとすると、まず A ポイントがあります。で、その A ポイントからそのサンピングをします。ここはまあ OK。ここはまあ OK です。で、この B ポイント、今サンピングし終わりました。この B ポイントにいたときに、もうすでにこの人差し指はこの2弦の下にちょっとこの潜り込んでいて、いつでもプルができる状態に持っていくんですよ。この B ポイントのときに人差し指がこの辺にあったりとかすると、こっからよいしょよいしょっていかなきゃいけないじゃないですか。そうじゃなくて、この B ポイントに到達した時点で人差し指がいつでもプルできんぜっていう状態に持っていくこと。これがね、超大事です。どうでしょう。A ポイントから B ポイントを持っていきましょう。サンピングします。ブンと、この時に人差し指がもうすでにここにある。違うところにあって B ポイントに行ってよいしょって人差し指がよいしょって準備するんじゃなくて、もう下ろしたらある、ここに人差し指がある、この状態を目指します。 A ポイントから B ポイントへ行った時に人差し指がすでに2弦にプルのスタンバイをしていると、こんな感じです。ちょっと細かくは後でやっていきます。これがまずその手順1ですね。 A ポイントから B ポイントに、で B ポイントからここはプルをするわけなんですけども、プルをし終わったらそのまま振り上げて A ポイントに戻るわけなんですけれども、 A ポイントはさっき言った通りこのサンピングをする準備が整っている状態の位置のことです。 B ポイントが終わってこのバーッと A ポイントに戻すわけなんですけども、このプルをし終わった時に親指が例えばこういうところにあったら、こっからサンピングってできないじゃないですか。これは NG なんです。B ポイントから、その、プルをします。プルをします。ポイント。行ったら、いつでもサンピングができる、この A ポイントの位置に親指がある。この状態を目指していただきたいんです。なんで、ちょっとゆっくりやるとすると、こんな感じ。A ポイントから B ポイントに。で、B ポイントから A ポイントに。こんな感じです。見てみると分かると思うんですけども、本当なんかこの前後運動といいますか、その手首を使っているだけなんです。すげえ極端に悪くやると、A ポイントから B ポイントに持ってきます。ほい。で、指を準備します。で、プルをします。で、親指の位置が悪いんで戻します。サンピングをします。人差し指が違うところにあるんで持ってきます。って感じで、こんな感じですごいこの、バタバタしてしまうのが良くない動きという感じです。A ポイントと B ポイントをスムーズに
切り替えができるように、行き来できるように練習していただくといいかと思います。こんな感じの、ポイントです。動きをすげえめちゃめちゃ小さく。でさらに、C っていうならポイントがいくつかありまして、まずその A ポイントから B ポイントに行った時に人差し指がここにあるためには、もうその振りかぶる前、なんだろう、そのサンピングをする前からもう勝負が決まってるんですよ。どういうことかと言いますと、サンピングする前に人差し指はもうこの辺にあったならば、なかなかこうここに持ってくのって難しいじゃないですか。こんな感じで、なんでもうサンピングする前から勝負は決まってるんです。サンピングする前からもうこの人差し指をこうね、ちょっとこう曲げた状態にしていて、このままこの親指を下ろせばそのまま B ポイントに到達できるようにしておくんですよ。もうサンピングする前から勝負は決まってる。でそのサンピングする前に形を決めて、あとはもうそのサンピングすればもう自然とこの B ポイントに行けるっていう状態を、形を作って用意していくわけです。こんな感じ。これが一つ目のポイントです。で、二つ目のポイントとしては、その、サンピングとプルをするときに、その指がそれぞれ弦を狙いすぎてしまうんで、あくまで軽くこの手首を回転させてるだけっていうようなイメージで演奏できると良いかと思います。すげえ極端にやると、悪くやると、こういうこと。この。みたいな。この弦をこのフレットにこのバチコンと当てるためには、ある程度もちろんその勢いよくいかなきゃいけないわけなんですけども、腕って意外と重いから、その手首を回転させて、その親指にこの腕の重みみたいなのを乗せてあげれば、別にそんなね狙ったりね力んだりとかしなくてもね、意外とねすぐバチコンって音が鳴るんですよ。イメージとしては腕の重みをこの回転させて、この親指にこの伝えてあげるような感じ。そうするとそんなにこう狙ったりとか力入れたりとかしなくてもサンピングできるはず。でプロをするときもさっき言ったように、そのあんまりこうね人差し指が深く潜り込まないようにして、先っちょの方だけ入って、で人差し指でこのね思いっきりこうバチコンと引っ張るんじゃなくて、手首を使って人差し指の関節を決めて、手首を使ってこの開いてあげると、まあ、自然とプロができるんで、あんまり力まずに気合入れすぎずにできると良いかなという感じです。でこれをみたいな感じで繰り返してやってみましょう。本当はこの一個一個その音を途切らせた方がいいんですけれども、ちょっともう右手に一生懸命で、左手そんなことやってる余裕がねえよっていう方は、押さえっぱなしです。押さえっぱなし。こんな感じ。これでも全然、OK です。 OK です。でちょっとフレーズの方に入っていきましょう。まずこのオクターブと呼ばれるこのブンベーブンベーってやつ、このブンベーを4ブンベーします。ブンベー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 、1ベー2ベー3ベー4ベー。そしたらこの形のまま、3弦の1フレットに人差し指がいきます。で小指ないしは薬指が1弦の3フレットに行きまして、ここでもう4ブンベー、弦が1つずれて、4弦の1フレットと2弦の3フレットを分べ、4分べします。で最後、人差し指が3弦の3フレット、そして小指が1弦の5フレットで4分べ、ちょっとやってみるとこんな感じ。感じでそのそれぞれのポジションをオクターブで4分ベーずつしていくのがこの2本目の動画の課題フレーズとなります。なかなかねプルの動作まとまらなくて難しいかと思うんですけれども、何度も言うですけれども、動きをコンパクトに、無駄な動きをなくして小さく効率よく、そして楽に繰り返せるように練習をしてみてくださいませ。あとは分かんないところはね、そのビデオを巻き戻していただいて、その僕がねこのいろいろこの角度を変えたりとかしてお見せしているので、自分の前に鏡を置いて、それと見比べながら、その自分の皆さんのフォームと僕のフォームを見比べながら、いろいろこう試行錯誤していただくと、良いかと思います。そんな感じで2本目の動画プルの動作でございました。4分弁
です。これができるようになってきたら、次の動画に進んでいただければという感じでございます。次の動画ではこのオクターブを使って、もうちょっとこのかっこいい感じの、スラップっぽいって感じ、なんかうわースラップだーみたいな感じのフレーズをやっていこうかなと思いますので、まあ完璧にできなくてもね、まあ7割8割ぐらい、できてきたら、次の動画に進んでいただけますと幸いでございます。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。さようなら。